連合宮城は昨夜、春闘に向けた討論集会を青葉区で開き、連合本部と足並みを揃え、5% 程度の賃上げを求めていく方針を示しました。昨夜の集会には、労働組合の幹部らおよそ70人が出席しました。今年の春闘はすごい注目をされている春闘でありますので、連合が今春闘で掲げる賃上げの目標は 5% であります。ベースアップは 3%。やはりここは退職金や賞与に大きく影響しますので、ここのところをしっかり取っていくことが重要なことではないかと。連合宮城の大黒雅弘会長はこのように述べ、物価が急上昇する中で賃上げを求めていく意義を強調しました。連合宮城は今年の春闘で本部と同じ 5% 程度の賃上げを求めていく方針です。要求方針は来月下旬の地方委員会で正式に決め、その後3年ぶりとなる野外での決起集会を青葉区の高等大公園で開く予定です。労使交渉は3月中旬に見込まれる大企業の集中回答日を見据え、県内でも本格化していきます。